エドウィン・オール・ライシャワー。エドウィン・オールド・ファザー・ライシャワー。1910年、10月15日から1990年9月1日は、アメリカ合衆国の東洋史研究者、ハーバード大学教授である。1955年、昭和30年から1963年、昭和38年まで、ハーバード遠鏡研究所、所長、1961年、 昭和36年から1966年、昭和41年まで、中日アメリカが修国大使を務めた。大使退任後は、ハーバード大学日本研究所所長として歴史に、限らず日本研究を推し進め、更新の指導にも尽力した。その功績から、同研究所は1985年、昭和60年に、来社は日本研究所と解消されている。 1910年、明治43年10月15日に、キリスト教長老派教会宣教師で、東京女子大学創立に関わったオーガスト、カール・ライシャワーの次男として、東京府東京市芝区白金台町の明治学院内宣教師中で生まれる。ライシャワー家は、オーストリア系移民で、祖父は、南北戦争で北軍に従軍し、父は宣教師として、日本に派遣されている。 成果は東京都東村山市の明治学院東村山高等学校敷地内へ移築されている。多くの在京アメリカ人指定と同様、小学校と中学校をアメリカ人向けナショナルスクールである築地のアメリカンスクールインジャパンで学び、兄弟ともに日本生まれからボーンインジャパンと呼ばれ、後に自らをたまたま日本に生まれたアメリカ人と語る。 アメリカンスクールイン、ジャパン在学時には、現在まで残る、校内新聞、ランタンの創刊にも関わったほか、スポーツにも熱心に打ち込んだ。父親の知人、使用人、軽井沢別荘滞在者などの日本人指定と交流し、1923年、大正12年の関東大震災時には、軽井沢を訪れていたため被害を免れ、軽井沢に疎開で訪れる被災者を、 家族や知人だと、伊沢駅で支援している。スパイで知られる、カナダ人外交官エドガートン・ハーバート・ノーマンは、当時軽井沢でテニスを交えた知人である。1927年、昭和2年に家族と共に、アメリカに転居しオバーリーン大学に入学、1860年以前の日米関係、という論文を残す。オバーリンを卒業後は、 ハーバード大学分理学部の大学院に進学する。1981年、昭和56年4月22日の、ハーバード大学での最終講義では、私がここに初めて来た時、東アジア研究に興味を持っていた、大学院生は二人しかいなかった。私と兄だと王子を解雇している。1933年、昭和8年には、 ハーバード遠距離研究所所長で当時数少ない日本文学者であったセルゲー・エリセエフよりフランスと日本、中国で研修を行った後、エリセエフが設立を計画している極東言語学部において日本語の講師として教弁を取ることを依頼される。同年パリにある国立現代東洋語学校へ向かい日本語と中国語を学んだ。ヨーロッパ留学中に オランダやオーストリア、ドイツ、チェコスロバキア等を旅し、ドイツでは、レ夢ム事件の現場に居合わせている。このヨーロッパ旅行中、オーストリアのザルツブルクを訪れた際に、丘の上の古城から見たザルツブルクの風景が、日本の城下町に似ていることに気づき、日本とヨーロッパの歴史の類似性、及び日本の近代化における、封建時代の重要性に気がついたと、後年、改装している。 NHK、日本への自助伝1935年、昭和10年には日本へと移る。日本への帰国後は、東京帝国大学文学部の初の外国人、特別研究生となり、同年7月には、パリ大学の学生だったアドリエンと東京で結婚した。その後、京都帝国大学文学部国史学科の特別研究生となり、エンニンの日記の翻訳などを手掛けた。 1938年、昭和13年には、慶城に3ヶ月滞在し、ジョージ・ M ・マッキューンと共に朝鮮語ローマ字表記として、有名になる、マッキューン大シャワー式を考案した。その後日中戦総裁中の1937年、昭和12年11月に、北京へ向かい、遠京大学で、研究活動を行う傍ら、中国文化院で中国語を学んだ。 これに先立つ8月には研修のため日本と中国を訪れた実験でプリンストン大学教授のロバート・カールライ・シャワー博士が訪問先の上海で中華民国国軍機の誤爆を受け死亡した国民党軍機による上海空爆。1938年昭和13年にはハーバード大学に戻り日本語と中国語の講師となり1939年 昭和14年には、日東愚法巡礼業期の研究で博士号を授与された。1941年、昭和16年には、国務省の依頼を受けて極東化で数ヶ月間働き、その後再びハーバード大学に戻るものの、同年12月の第二次世界大戦へのアメリカの参戦、日本との開戦後の1942年、昭和17年には、 アメリカ陸軍通信隊の依頼で日本語の翻訳と暗号解読のための学校の設立を行うことになる。さらに、翌1943年、昭和18年には、アメリカ陸軍の参謀部情報からの要請を受けて、少佐として入隊し、ワシントン DC において、日本軍の暗号解読や分析、心理戦などの対日情報戦に従事する。 第二次世界大戦終結後の1945年、昭和20年11月には、中佐として陸軍を除退して、国務省の外交諮問委員会の局党、省委員会の委員となり、天皇制の将来に対する政策や、日本の支配から離れることになった朝鮮半島に、対する政策立案などを担当する。1946年、昭和21年には、 ハーバード大学に戻り、極東学会の副会長、会長を歴任する。なお、ハーバード大学時代の教え子には、ジミー・カーター政権の国家、安全保障問題担当大統領補佐官を務め、ズビグネフ・ブレジンスキーらがいた。また、1948年、昭和23年には、人文科学顧問団の一員として、再び連合国の占領下の日本へと戻り、 ダグラス・マッカーサーと会談した。なお、1950年代前半にアメリカを襲った赤狩り旋風では、ハーバード大学の同僚である上期のノーマンや鶴、シゲトラがターゲットとなったが、この二人のようにイデオロギー的に偏りがないに、中国史研究者であったものの、国務省では日本や朝鮮の政策にのみ関わっていたこともあり、難を逃れた。1955年。 昭和30年にアドリエンが3人の子供を残し、救世し、1956年、昭和31年には、明治時代の元君の松方正義と、キート貿易の先駆者で、元横浜キート会社会長の荒井良一郎の孫、さらに、アメリカンスクール・イン・ジャパンの後輩である、松方春、1915年8月6日から1998年9月23日、 と日本において再婚する。披露のパーティーは、父母が創設に尽力し、そのキャンパスに住んだ、東京女子大学で行われた。この年に、ハーバード園教研究所所長となった、1963年まで。1958年には、ノーベル文学小候補として、谷崎潤一郎を推薦していたことが、2009年に、ノーベル財団への資料公開請求を行った朝。 新聞の報道により明らかにされている。日米間に大きな亀裂を残した安保闘争直後の1960年昭和35年夏にハーバード遠距離研究所所長として日本を訪れたライシャワーは損なわれた対話と題した論文を高専門雑誌「フォーリン・アフェアーズ1960年10月号」に発表しアメリカをはじめとする西側諸国は 日本の政府、閣僚や与党議員や、財界の指導者層だけでなく、野党や右翼、左翼活動家、知識人とも異端視することなく、対話を重ね、日本の主流から外れた人々の実態や抱える、不満を把握するべきであると主張した。この論文が当時就任して間もない、ジョン・カイケネディ政権の国務次官である、チェスター・ボールズの補佐官のジェームス・シートムソン・ジュニアの目に、止まり、 中日特命全権大使への就任要請につながったと言われる。ジョン・カイ・ケネディ大統領からの大使就任要請を受諾したライシャワーは、1961年、昭和36年4月には、中日アメリカ特命全権大使として、東京に赴任し、日本生まれのアメリカ大使として、日本人の妻と共に、日本国民から人気を博す。 首相や家族といった側面だけでなく、ライシャワーは、上記の論文で主張した、日本の多くの層との対話を実行に移し、全国に妻と共に、積極的に出向き、市民との対話を演出したほか、昭和天皇などの皇族や、池田隼人や佐藤栄作などの現職の首相や、吉田茂や岸信介などの元首相などの、与党リーダー層のみならず、 社会党などのサハ野党議員や石坂泰蔵などの経済人、池田大作などの宗教関係者や左派を含む労働組合関係者とも積極的に会談を行うなどアメリカ本国のケネディ政権と協調して日米政府間の党をアピールすることで日米パートナーシップケネディライシャワー路線と称される日米蜜月時代を演出しようとした。また、冷戦下において これまで大使館とは微妙な関係を保っていた在日アメリカ軍との関係改善にも臨み、在日アメリカ軍司令官や太平洋軍司令官、そして沖縄の琉球列島高等弁務官などとも禁な関係を取り続けた。さらに、日本を訪問したアベレル・ハリマンやリチャード・ニクソン、ロバート・ケネディなどの政界関係者と日本の政財界人との間をつなぐだけでなく、 彼らに対して同盟国の日本との関係の重要性を理解させるように努めた。なお、ライシャワーは中日大使在任中にほぼ全ての都道府県を訪問したほか、妻の春も女性団体やその他各種団体などとの会合に積極的に出席するなど市民との接触も積極的に行い、その活動は数多くのマスコミで大きく報道された。 しかし、1963年、昭和38年11月のケネディの暗殺後に、リンドン・ビー・ジョンソン政権に変わった頃以降には、皮肉にも自らを抜擢した、ケネディ政権が始めた、アメリカのベトナム戦争政策を禁する、日本人の反米感情の高まりへの対処に、苦慮することとなる。1964年、昭和39年3月に、 アメリカ大使館門前で当時19歳の統合失調症患者にナイフで大替を刺され重傷を負った。この時に輸血を受け、これで私の体の中に日本人の血が流れることになりますと発言し多くの日本人から賞賛を浴びたが、この輸血が元で肝炎にかかる。その後、これがきっかけになり、売血問題がクローズアップされ、その後日本において輸血用血液は 献血により調達されことになる。この事件は、ライシャワー事件と呼ばれ、精神衛生法、当時の名称改正や輸血用血液の売血廃止など、日本の医療制度に大きな影響を与えた。その後3ヶ月の入院を経て回復し退院し、その後ハワイ州ホノルルの海軍の病院に、検査のために再入院した一時は、辞任を考えたものの、今退任し帰国すれば、 日本人は事件の責任を感じてしまうろうと考え留任することを決め、その後も駐日大使として活躍した。しかし、ベトナム戦争が拡大し日本人の対米感情が悪化しつつあった上に、ベトナム情勢に対する本国の政策に違和感を覚え、1966年昭和41年7月にワシントン DC に帰国した際に、ジョンソン大統領に 辞任の意向を伝えた。ジョンソン大統領からは、極東問題担当の国務次官への就任を依頼されたが拒否し、同年7月25日に辞任を発表、8月19日に東京国際空港から帰国した。大使を辞任して帰国後、ハーバード大学教授に帰任、南ベトナムへの干渉野中華人民共和国の承認、沖縄返還。 対韓国政策の再考などに監視勢力的に発言し、さらに日本をはじめとする極東問題の専門家として、歴代政権やヘンリー・キッシンジャー、教え子のズビグネフ・ブレジンスキーなどのアメリカの外交関係者、さらに中曽根康弘首相や韓国の野党指導者の金、大中、その後大統領に対しても様々な助言を行った。また、 佐藤英作のノーベル平和賞受賞、1974年に際しては、佐藤の受賞の推薦文を記述した。なお、1973年、昭和48年に、ハーバード大学日本研究所所長に就任したほか、同大学の東アジア研究評議会理事、OECD 理事やアジア基金理事など数多くの役職を務め、日本及びアジア研究者として、 日米間を緊密に往復しつつ活躍した。1964年、昭和39年には、蒸気の襲撃事件により、肝炎に罹患大使退任後も、たびたびの発症に悩まされていた上に、大使退任後の1975年、昭和50年2月には、脳卒中に見舞われたほか、1983年、昭和58年には、脳内出血にも見舞われた。 しかしその後回復を見せ、いくつかの名誉職を退りいたものの、1980年、昭和55年10月に定年で退職するまで、ハーバード大学日本研究所などで、研究活動を続けるなど活躍したほか、その後も多数の著書を出し続けた。なお、ハーバード大学日本研究所は、ライシャワー退職後の1985年、昭和60年に、 ライシャワーの業績をたたえて、ハーバード大学、ライシャワー日本研究所と解消された。1987年、昭和62年冬に、公式訪米中の皇太子、秋人親王と美智子が、ライシャワー邸に滞在した。1990年、平成2年の夏には、蒸気の襲撃事件とその後の輸血以降に持病となった肝炎が悪化し、 延命治療を拒否し9月1日に79年の生涯に自らの意志で幕を下ろした。異界は日本とアメリカの架け橋になりたいとの遺言により太平洋に散骨された。戦後に西ドイツで書かれた千の太陽より明るくという題名の本の中にライシャワーが第二次世界大戦中にアメリカ陸軍で対日情報戦の専門家として働いていた頃、 ある時、アメリカ陸軍航空隊による日本の主要都市の爆撃リストを受け取る。そしてその中に、数々の名所、旧跡を持つことである、と同時に、西日本の交通の要衝でもある京都の名前があり、そのあまりの無知、無機動さに愕然としたという。ショックのあまりに自分の上司のオフィスに駆け込み、大粒の涙をこぼしながら、上司に、 京都を爆撃リストから外すことを必死に頼み込んだという。ライシャワーの必死の説得に心を打たれた上司は、陸軍長官ヘンリー・スティムソンに事情を説明する。そのスティムソンも、また、自分のハネムーンで、京都を訪れて以来日本に感銘を受け、京都をリストから除外することに尽力。日本の文化遺産、ことである京都は、アメリカ軍機による爆撃を免れ京まで、 その文化遺産を伝えているという逸話がある。しかし、ライシャワーはこの逸話の存在を、自伝、ライシャワー自伝内で完全に否定している上に、吉田盛雄によれば、京都が空襲を受けなかったのは、そのような理由ではなく、さらに大戦末期に至るまで、本格的な戦略爆撃を受けなかった京都は、原爆による破壊効果を測定しやすいという観点から、広島と長崎に次ぐ、 第3の原爆投下予定地の一つであったことが明らかされている。京都は当時、日本陸軍第16師団の英地である上、東京方面から大阪や神戸などの大都市に抜ける交通の要所として燃料や石炭、鉄鉱石、石灰石などを運ぶ非常に重要な役割を果たしており、しかも三菱や島津製作所の軍事工場などが多数、 存在するという軍事都市としての位置づけもあり、当然のごとく戦略目標であった。また、京都府には日本に数少ないニッケル鉱山である大鉱山やタングステンの鉱山を多数を抱えていた。1965年秋、毎日新聞は西側のメディアとして初めてベトナム戦争下の当時の北ベトナムの取材を行った。その中で10月3日、長官に 当時の外新部長だった大森ミノルが自ら取材、執筆した米軍北ベトナムクイーンラップにあるハンセン病病院を爆撃したことは北ベトナムの記録映画から見て事実であるという報道に対し記者会見で全く事実に反していると大森を名指しする形で反した。大森はこの報道が遠因となって毎日新聞を退社した。しかし当時、 ライシャワーの特別補佐官だったジョージ・パッカードによるとライシャワーはハノイの情勢を十分把握した上で個発言を行ったわけではなく後年私の外交官人生で最悪の間違いだったと語って大森に謝罪したいと生涯考えていたという1八十一年昭和十六年五月十八日付毎日新聞に小森義久記者の取材に対する 企画三原則の規定する持ち込みとは陸上げを指し、核兵器を搭載した艦船の機構は含まない。日米間の了解のもとで、アメリカ海軍の艦船が核兵器を積んだまま日本の基地に寄港していた。これについては、日米安保条約の規定する事前協議の対象とならないことを、日本側も了解していたとの来シャワーの言が掲載された。核兵器搭載艦船は日本機構の際に、 わざわざ兵器を下ろしたりしないのラロック証言と並び有名なライシャー発言である。これにより、比較三原則違反を元アメリカ大使が認めたとして日本政府が野党などの追及を受けることになる。これに対して日本政府は、その田正外相が当時のマイケル・マンスフィールドアメカ大使からラロック証言の後に アメリカ政府が表明した日本政府の核政策に背かない、従って核持ち込みはないとの胸の再確認を取り付け、合わせてさらなる対米交渉を行うつもりはないとして押し切っている。なお、後の1999年、平成11年には日本の大学教授がアメリカの外交文書の中に1963年にライシャワーが 当時の大平正義外務大臣との間で日本国内の基地への核兵器の持ち込みを了承しという内容の国務省と大使館の間で取り交わされた通信記録を発見しこの発言を裏付けることになったこのように当時のアメリカ大使が日本への核持ち込みを認めその後大学教授が当時の外相とアメリカ大使の間で核持ち込みについて 了承を行ったことを証明したのにもかかわらず、当時の自由民主党政権は、その事実を認めることはなかった。2009年、平成21年8月に、衆議院選挙に勝利して、与党となった、民主党の鳩山政権の岡田克也外務大臣は、就任後に、これを、日米核持ち込み問題として問題視し、調査を行い同年11月末を目途に、 公開する、要外務省に命令した。他にも、沖縄返還直前の1967年、沖縄の部隊をソックリングアムに移転させることは、可能、費用は、総額30億から40億ドルと発言している。この直後、基地を撤退させない方針となったことが、2011年2月に公開された、日本側外交文書で明らかになった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。